意義ありゃ。どうも、逆転裁判続きやってこう。この逆転裁判の実況さ、毎回1時間ぐらいあるじゃん。一見長そうに見えるんだけど、本当にね、面白くてね、1時間もやってるっていう感覚になんないんだよね。もう体感で言うとどんぐらいだろう、55分ぐらいかな。いや、それほぼ1時間だろってね。いらんね、この時間いらんね、やばいやばい、いらんね。視聴者から異議ありってくる。つまらん、早く進めって異議ありくる。じゃあやっていきます。第3話、逆転の殿様、2日目、法廷パートだな。さあ、でもな、前回な、全然証拠集まってねえ気がするんだけどな。これも初めて敗北するかも。10月18日午前10時、地方裁判所第4法廷。さあ、お、もう早速、待て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 、今水抜きじゃなかったか。なんでまたエリートとやんなきゃいけないんだよ。もっとヘナチョコ、ヘナチョコとやらせてくれよ。また水抜きかよ。これより煮干し三郎の法廷を改定します。うわー、強いんだけど、こいつは一回俺に負けてるわけだもんな。こっちは勝ち癖がついてるけど、お前は負け癖がついてるかもしれない。検察側、準備完了しております。弁護側、準備完了しております。さあ行こうか、奈良本君。三剣検事、冒頭弁論をお願いします。被告人、煮干し三郎は10月15日午後2時30分撮影所第一スタジオで俳優胃袋武史を殺害した。はいはいはい、これも振り返ってくれてるってことかな。この犯行は被告人以外の人間には不可能だった。本法廷で検察側はその点を完全に立証するだろう。ふむ、なるほど。それでは審議に入りたいと思います。裁判官、ちょっと待ってもらっていいですかね。まだ俺準備に入れてないんだよね。このさ、審議に入る前のあの時間あったじゃん、ちょっと迷いちゃんの喋るみたいなさ、今回頑張れようねみたいな、あの時間欲しいんだけど。三剣検事、最初の証人を入廷させてください。では、まずおなじみ伊藤の小桐刑事を。おなじみになってる。おなじみ伊藤の子のおっちゃんになってる。こいつボロ出すか。まずこの事件について軽く説明してほしい。は、では上面図で説明するっす。来ましたね。今回は撮影所全体の位置関係が重要っす。ここさ、第二スタジオ行けてなかったじゃん前回。なんか首がポキッと折れちゃって、後々関係してくるだろうな。ここがスタッフエリア。ああ、はいはいはい、俺前回触れてないけど、この排水口も明らかにおかしいんだろうね。午前中ここでアクションの打ち合わせがあったっす。ここが撮影所の正門前。おばちゃん、午後1時から警備のおばちゃんがずっと立っていたっす。そして警備員の詰め所を過ぎるとゲートがあるっす。ここは監視カメラがあるんだよね。ここを過ぎるとスタジオがあるっす。ここっす、第一スタジオ。死体が発見された殺人現場っす。さて、事件があった10月15日午前中、この撮影所には被害者の胃袋たけし、被告人の煮干し三郎、スタッフの女の子の3人しかいない。意義あり。伊藤の子のおっさん真面目じゃないか。ちょっと何お前普通に淡々と説明してんだ。いつもみたいになんかやらかせよ。正午まで撮影所のスタッフは全員スタッフエリアにいたっす。正午までは全員スタッフエリアにいた。了解、ちゃんと覚えとこうか。で、そして昼食後、被害者の胃袋は一人で第一スタジオへ。午後1時、警備のおばちゃんが詰め所に入ったっす。そして午後5時、衣装をつけたリハーサルをするため第一スタジオにスタッフたちが集まると、あー、ぐさりと言ってたわけだもんな。被害者の死亡推定時刻は午後2時30分っす。凶器は胸に突き刺さったトノサマンスピアっす。これが事件の、まあ、お前真面目だったな今日。人の子のおっさん、何にも変なこと言ってなかったな。はははみたいなことも何にも、なんだろうな、なんかずっと怒られてんのかな。これが事件の流れっす。もう一回聞きたい人がいたら説明するっすけど、お前めちゃめちゃ優しいじゃん。どうしよう、もう一度、これはとりあえずはなんとなく流れは理解してるからいけるな。
ま、なんとかなるだろう。凶器は槍ですか。これはまた物騒な。そうだよな、凶器、本当のな、正義の武器が凶器になってんだもんな。お、殿様のスピア、槍型の武器、被害者の胸に突き刺さっている状態で、突き刺さってる状態で発見されたんだ。確定のじゃあ凶器なのか。よろしいか、裁判長。この事件は実にシンプルなポイントにまとめることができる。すなわち、警備詰め所にいたおばちゃんは何を見たか。なるほど。では早速。そうだよな。それ来るか。その警備員に入廷していただこう。おばちゃん、頼む、余計なことすんなよ。かき乱すなよ。なあ、不安でしかないんだけど。おばちゃん大丈夫かな。絶対余計なこと言うじゃんこいつ。おばちゃん、証人の名前を。名前言えって言ってんのに点々点で始まんな。もうダメだ、もうダメ、もうこの裁判も来る、もうわかるもん、来るって、おばちゃんのせいで絶対来るってこの裁判。あら、ちょいとあんた、いい男だね。おばちゃんちょっと、ときめいちゃったよ。いらねえ、時間が始まる。名前を聞いている。やだね、この子照れちゃってさ。おばちゃんでいいわよ。頼むから、名前を。三井君のやつ、証人から名前を聞くのが苦手らしいな、確かにな。小中の時も、小中の時もな、名前言ってくれてなかったもんな。初めて名前知る。大場かおるよ。あ、大場かおるでおばちゃんなのかな。大場かおるのおばちゃんなのか。そういうのもかかってるってことなのかな。おばさんもおばちゃんも大して、あーもうダメだ、もう読めない読めない。なんだ、謎の意義あり出すな。謎の謎の意義どこに意義ありしてんだお前。いやって、逆転裁判進まねえって。もういや、進まねえって言いつつ、俺このふざけ大好きなんだけどさ。証人のおしゃべりに異議を申し立てる。一番意味わかんないところの異議あり、初めて聞いた。異議を認めます。この逆転裁判の好きなところはね、なんか一瞬裁判官も弁護人も警察側も一瞬なんかチームワークができるところ。証人はおしゃべりをやめるように。これから面白くなるところだったのに。では証言を始めていただく。証人は事件当日正門前に詰めていたのですね。そうよ。殺人現場へ行くにはあなたの目の前を通るしかない。話がわかるおっちゃんだね。おっちゃん、裁判官におっちゃん、おっちゃんもなんかおっちゃんって言っちゃう。裁判官、大丈夫だ大丈夫だ、気にするな。証言をお願いしましょう。おばちゃんパワー恐るべし。本当よな。でもおばちゃんってなんか誰にでも話しかけてくれるし優しい感じするけどね。おばちゃんも俺の中での無敵人類の中に入るな。おばちゃんと JK、 この二つって最強だと思うな。おばちゃんパワー、証言開始。さて、とは言いつつもちゃんと聞かなきゃな、事件当日について。おばちゃん、事件があった日は午後1時に詰め所に入ったのよ。午後1時に詰め所に入った。ちなみに私、これも余談なんですけど、おばちゃんのセリフ読むとき毎回左手ですね、左手でこのおばちゃんの手みたいなのやってるからね。イブクロちゃんたちは午前中から打ち合わせしてたんだけど、おばちゃん、ちょっと午前中はその用事があってさ。怪しいな、このおばちゃんの手。セリフ読むとき全く同じ手してる俺、動きも。用事か。とにかく午後1時に詰め所に入ったわけよ。それから午後5時まではずっと正門のあたりにいたわね。午前中いなくて1時から5時まではいたと。胃袋ちゃんの事件があったの午後2時30分頃でしょ。2時頃にね、おばちゃんの目の前を通った男がいたのよ。煮干しよ、煮干し。あの男がね、スタジオの方へ歩いて行ったのさ。その確認がこれなんだけど、これを煮干し、煮干さぶとは言えないんじゃねえかなっていうところで前回終わったんだよな。ここはあまりにも確証がないんじゃないかと。
煮干しサブラのとこがスタジオへ歩いていったと。ふむ、被告人がね。では早速尋問をしてもらいましょうか。まあなんとなく場所は分かってるけど、まず午前中何してたかって聞けんのかな。事件当日について。おばちゃん、事件があった日は午後1時に詰め所に入ったのよ。ここ揺さぶってみる。まずは待った。その時間までスタジオには誰でも入れたんですか？確かに警備はいなかったけどね、正門にロックをかけておいたから。スタッフ用のカードキーがないと入れないんだよな。じゃあ部外者は入れないってことか。あのカードか。僕も持っているのは盗んだんだけどな。つまり撮影所に関係ない人は入れなかったわけだ。はいはいはい。証人が詰め所に入った時スタジオには誰かいたのか。この後か。胃袋ちゃんたちは午前中から打ち合わせをしていた。ここはまあわかるでしょ。ここだな。おばちゃん、午前中何してたんだい？何の用事ですか？いや、ちょっとさ。言いたくなさそうだね。いけなら男くん、答えてください。実はね、見物してたのよ。胃袋ちゃんと煮干しを。確かにこのシーンあったな。見物？警備をほったらかして？うるさい子だね。だからちゃんと正門は鍵かけといたよ。いや、そういう問題じゃないような気がするけど、おばちゃん自由だな。フリーマンだな。金髪のフリーマンしげさんになってんだ。とにかく胃袋ちゃんの打ち合わせを絶対見ることにしてるのよ。なんかこの話前回から思うけどさ、胃袋ちゃんのことが大好きなんだよね。で、煮干しのことはもう煮干サブさんのことは疑いにかかってるもんな。これだけは譲れないね。いいな、私も見たいな、殿様の打ち合わせ。そこか。迷いちゃん久しぶりに会ったと思ったらそこか。霊媒師やめて警備員になったら。そうしようかな。中身ゼロの会話やめろ。とにかく午後1時に詰め所に入ったわけよ。午後1時に入ったっていうのは見てたからだよね。午後5時まではずっと正門のあたりにいた。誰か来てないか確認できるかな。1秒も目を離さず見ていたんですか？なんか嫌な聞き方。地球が何回回った日みたいな、何時何分何秒みたいなさ、小学生の聞き方してる。あ、まあ、当たり前でしょ。おばあちゃんはプロなのよ。それとも何、おばあちゃんの仕事にケチつける気？だって昨日は詰め所の中で羊羹を。羊羹食べててもちゃんと見てたわよ。おととい来やがれ。おととい来やがれ。3時じゃん、もう。3時みたいなセリフで。おととい来やがれ。言ってることが矛盾してるよ。なるほど。やばいやばい、もう、いや、迷っちゃう。ちょっと黙っててもらえるかな。ぐちゃぐちゃになってくるから頭が。意義があったらおのぼちゃんに言ってやってよ。とにかく証人はきちんと見張りをしていたと。で、何を見たんですか？胃袋ちゃんの事件があったのは午後2時30分頃。これはそうだね、糸の子も言ってるもんな。2時頃におばちゃんの目の前を通った男がいた。これを聞こう。2時ですか？そうだよ。その男とは誰だったんですか？裁判官、何？急に弁護士やりたくなったか？ちょっと俺のセリフ取らないでもらえるかな。いい年こいてみっともなんか慌てるんじゃないよ、あんた。面白い。まあ、そうへこまないで教えてやるからさ。ここは違うんだね。ここだよな、多分。荷物用にわしあの男がね、スタジオの方へ歩いて行ったのさ。まあ、なんとなくここだなって分かってたんだけど、なんかおばちゃんの、おばちゃんの話聞きたくなっちゃうわ。さあ行こう。待った。荷物さんを見たんですか？くどいね、そう言ってるだろう。なるほどくん、今がチャンスだね。そうだな。あ、この爆弾をぶつけてやるか。おばちゃん何回でも言っちゃうよ。さて、煮干しよ煮干し、ここですね。突きつけようか。警備詰め所、こあまりにもおかしいもんな。これを煮干しって言わないでもらえるか。さあ、意義あり。あなたは昨日から何度も煮干しさんを見たと言っています。その煮干しさんとはこの写真の男のことですか？え、ちょっと待ちなさい、なるほどくん。その写真私にも見せてください。さあ、無理があるだろう。裁判長もわかるよな。裁判官、なんですかこれ。ネオエドシティを守る男、殿様のその人です。おばちゃん、あなたが見た煮干しさんとは
この人物のことですか？決まってるでしょ。誰が見たって煮干しじゃない。ねえ、あんた。誰が見たって、え？タジタジ三つ剣。三つ剣タジタジ。急に振られてびっくりすんな、お前。どうしたどうした、今日の三つ剣おかしいって、なんか。あー、どんなものだろうか。三つ剣面白い。確かに、煮干しさんは殿様の役をやっています。しかし、煮干しさんは殿様じゃない。わかってるわよ。その商人。おばあちゃんと呼ぶには抵抗があるらしいな。まあ裁判官だからね。この人物が被告人煮干しさんだという証拠はないんですか？これでおばちゃんが証拠を持ってたら話は変わるけど。やだね、疑り深いおっちゃんは。あるんかい。先に言えよ、じゃあ。あるに決まってるじゃない、証拠。何？なんでお前ビビってんだ。同じこと言うな。もういいね。めっちゃ、もういい加減にしろよ。なるほど、今度同じツッコミ、同じタイミングでしちゃったわ。なんで三つ剣まで驚いてんだよ。おば、商人。知っていることはちゃんと前もって話しておいてもらいたい。何言ってんのよ。三つ剣もいろいろ聞かされてないってことなのかな。おばちゃん、この写真を刑事に見せてあげたのに。こんなの証拠にならんからいらねっす。って、見向きもしなかったんじゃない。あ、かわいそうにね。はい、またあいつは怒られるんだろうな。今日真面目でちゃんとやってるって思ったんだけどね。三つ剣も、おばちゃんには肩なしだな。では、証言をしていただきましょう。なんだろう、なんか精神的に今リードしてる気がする。明らかに三つ剣より有利な感じがする、心理的に。写真の男は煮干しである。さあ、こっからまた集中モードに入るぜ。おばあちゃんね、いい加減なこと言うの大嫌いなのよ。うん、無視しよう。午前中スタッフエリアで打ち合わせしたんだけどさ、その打ち合わせの時、煮干しのやつ転んじゃったんだよ。ああ、明らかに転んでる映像だったもんな。しかもさ、このトラザマースピアがなんかぶっ壊れてたよな。あ、そうだよな、やっぱり。大事な小道具も壊れちゃうし、ちょっと大変だったね。煮干しも思いっきり足をひねっちゃってさ。足ひねってたの？あれ、それ言ってたっけ、煮干サブ。あれ、煮干サブそれ言ってたか、俺に。この写真よく見なさいよ。ちゃんと写ってるだろ？足を引きずってるところがさ。そう？そう？これ足引きずってる。これ足引き、わからんて。俺にはわからんて、足引きずってるかどうかは。だからこいつ、でも、こうやって証言してるってことは、これは足を引きずってる殿様の写真ってことなんだよな。だからこいつは煮干しなんだよ。わかったかい？足引きずってない写真じゃないってことだもんね。足引きずってんのか。足に怪我をしていたわけですか。ではなるほどくん、尋問を。とにかく揺さぶりをかけて情報を探り出そう。行こう、おばちゃんの揺さぶり楽しいから、なんか全部したくなっちゃう。さて、まずはいい加減なこと言うのは大嫌い。ここちょっと揺さぶってみたい。お黙り。あー、まだ何も言ってないぞ。言っとくけど、おばちゃんはね、人様に後ろ指さされるような、そんないい加減なことは何一つしてないんだからね。大体今の人は無理だ。あ、やばいやばい。弁護人、頼むから。すげえ。新しい展開だ。頼むから、この証人を刺激しないでほしい。やれやれ。あ、ムカつく。このナロード君一番ムカつく。スタッフエレで打ち合わせ、ここは大丈夫だよな、聞いても。打ち合わせをしたメンバーは誰と誰ですか？これ大事じゃない？殿様の煮干しだろ、悪大官の胃袋ちゃん、そしておばっちゃん。お、証人は何？見物、見てた。あれ、待って、少なくないか。あのスタッフの女の子はいなかったってこと？どういうことなんだ？
聞きたいことを聞いてくれる。ありがとう、なるほどくん。スタッフの女の子は？あの子は大道具の片付けをしてたわよ。あの子、打ち合わせは見ていなかったのか？打ち合わせは見てなかったか？転んじゃった。大事な小道具も転られちゃうし、ちょっとまあせっかくだから全部聞いてくか。転んだ？そうだよ。殿様のくせに間抜けたらありゃしないよ。煮干しのやつ足をひねっちゃってさ。仕方ない、おばちゃんが手当てしてあげる。ああ、やさ、そういう優しさはあるんだね、おばちゃん。手当てですか？つばつけて、昔つばつけてれば治るだろっていうね。俺もなんとなくそのタイプの人間の要素あるから、まあわかんないっちゃわかんないけど、ひねる部分につばってあんまつけないんじゃないかな。それはそれは。その時スタッフの女の子は？あの子はずっと男を片付けていたからね、にぼちの怪我のことは知らないよ。ああ、なるほど。じゃあ足引きずってるっていうことは知らないってことなのか。足怪我してんの知らないんだ。スタッフの子は何も知らないってことか。では証言を続けていただこう。はい。大事な小道具も壊れちゃうし、ちょっと大変だった。ここも聞いて、これ殿様スピアだよな。小道具が壊れたんですか？ああ、殿様スピアがね。殿様スピア、凶器じゃないか。おばあちゃんがね、とりあえずガムテープで修理したんだけどさ。ガムテープで修理でいいの？重要な武器なのに。本番には直すのかな。それって結構重要なんじゃ。お、法廷記録にメモしておく。よかった、全部聞いとくとこういう風に証言ちゃんと入れんだな。殿様スピア、凶器、やり方の武器、一通りたところガムテープで修理された。はいはいはい。にぼしも思いっきり足をひねっちゃってさ。にぼしさん、ひどい怪我だったんですか？動けないほどじゃなかったんだけどさ。とりあえず昼飯食べた後少し楽屋で休むことに。寝てたって言ってたもんな。それで荷物さん、午後は昼寝していたわけか。とにかく歩くときは足を引きずっていたよ。足を引きずっていた。だからあの写真に。すあー、今聞いてる最中だったんだけどな。そこまで。いかがだろうか、裁判長。一つ気になることがあるのですが。裁判官も一緒に、なんか一緒にさ、調べてるよな、今。なんだろうか。その、殿様の着ぐるみは、今どこにあるんですか？確かにな。む。それが、実は、どこにも見当たらなくて。見当たらない？現在、捜索中である。ふむ。とにかく、証人が見たのは確かに殿様ではあるが、なんだ。その中に入っていたのは被告人、煮干しとしか考えられない。おいおい、みつるぎ嘘だろ。今までの証言で、煮干し、煮干さぶしとしか考えられないって本当に思ってるか、お前。あまりにも無理がないか。まあ、そうですね。裁判長が迷っているぞ。いや、これ異議だらけだわ。異議あり。ちょっと待ってください。可能性が高かろうが、殿様は殿様です。証人は煮干しさんの姿は見ていない。ふむ、お前ふむばっかだな。弁護人の言う通りですね。それにこの写真の人物の他に犯行のチャンスはなかったのかという問題もあります。なんだったらまだ出してねえものがあるよな。そうだよな、これそもそも午後2時2人目って書いてるから、1人目に誰かが映ってたっていう証拠の話もあるわけだろ。うわ、来た、三つ剣チッチッチタイム。では次に、その点を明らかにしてお目にかけよう。証人、続けて証言をしていただこう。任しときなよ。大丈夫か。事件当日について続き。さあ、胃袋ちゃんが死んだ時間午後2時30分だったよね。それは午後2時30分だったな。その時間までにおばちゃんが見た人間は？おい、おばちゃん、あんた嘘つきだな。午後2時2人目、これは隠してるのか本当に知らないのかがわからない。この煮干しだけだよ。他には誰もスタジオへ行ったやつはいないんだ。もしいたらこのおばちゃんが見ているはずだからね。短いな、証言が。もしスタジオに向かったのがこの人物だけならば、この殿様こそが犯人ということになりますが。では、なるほど君、
尋問を。さて、もう聞くことは決まってるけど、一応揺さぶってみるか。イブロコちゃんの死んだ時間5時30分だった。その時間までに、ここだな。待った。間違いありませんか。ああ、ないね。怪しい奴は通らなかったよ。怪しい奴ね。まあもう、ここも聞きたいな。まあ同じことかな。おばちゃんが詰め所に入る前はどうですか。午後1時より前のことかい。確かにな、そのことは知らないわけだもんね。うわー、なんて楽しそうな写真なんだって本当思うわ。なんだろうね、これからこの湯袋のおっちゃんが死ぬとは思えないもんな。その時はみんなスタッフエリアにいたからね。でも一番意外な人物が犯人ってよくね、ミステリーとかそういうのであるって言うからな。正門は鍵かけちゃってたから誰も入ってこられないし。誰も入ってこられ、まあ鍵かけてるから入れないっていうのはまあそっか。それにさ、もしいたらこのおばちゃんが見てるはずだからね。絶対ですか。証人はすでに答えてる。俺もそう思った。なんか別に今の奈良男君弱いなって思ったわ。何絶対にですかって。スタジオに行くには証人の目の前を通るしかないのだ。そうだよ、もっと言ってやってよ、みっちゃん。みっちゃん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 、みつるぎだからか。あのおばちゃんもよく言うよね。まあ勘違いと思い込みはおばちゃんのトレードマークだし、ついでに物忘れも。やだそんなの。自分の未来の姿は重ね、遊びに来てんのかな迷いちゃんは。だったらその時間までにおばちゃんが見た人間はこの煮干しだけだよ。ここに行きましょうか。2人目って書いてんのがおかしいからな。くらえ。意義あり。ちょっと待ってください。もう一度この写真について確認させてください。これはスタジオに通じるゲートのカメラが撮った写真ですよね。ああ、そうだよ。誰かがここを通るとカメラが自動的に写真を撮るんですね。よく知ってるね。そして写真のデータは詰め所のパソコンに記録されます。そうだな、今のところあんたもうちであのおばあちゃん愛の手みたいなトーク入れないでくんない。この写真はそのパソコンでプリントアウトしたものです。で、足を引きずっていると、裏に10月15日午後2時2人目と書いてあります。そりゃあんた午後2時に撮った写真ってことで。そっちじゃねえ。そんなことは分かっています。問題は2人目の部分です。さあ驚けおばちゃん。全然驚かない。2人目。パソコンには写真のデータはこれ1枚きりでした。それならばこの写真には1人目と書かなければん1人目と書かれていなければおかしい。そうだな。さあおばちゃんはなんて言う。何を隠している。静粛に。なるほど君、どういうことですか。僕の方が聞きたいですね。この証拠品は2人の人間がスタジオに行ったことを証明する。しかし写真のデータは1枚しか残っていない。おばちゃんはここで何て言うんだろう。焦るのか、本当に知らないのか。そのデータを消したのはおばちゃんしかいない。そうだよな、パソコンをいじってんのもおばちゃんなんだもんな。いや、おばちゃん知らないよ。おばちゃんあの日は尿性しか見てないんだからね。本当かそれは。しかしゲートのカメラは2人通ったことを示している。まあそういうことになるね。なんだそのリアクション。どういうことですか証人。おばあちゃんに聞かれても。ちょっとみっちゃん助けてちょうだいよ。みっちゃんみっちゃん照れる。勘弁していただく。私も知りたい。水抜き面白いって。いやもう警察としての能力急にゼロになってる。そうだよな。でもみつるぎもここ知らないと守ってあげれないってわけだもんね。かわいげのない子だよ。さあ何を出す。ここからなんだ子供。
はあ、なるほど。ここで来るのか。排水溝だな。子供だったら通れるサイズって言ってたよな。じゃあ1人目は子供が通ったのか。で、排水溝からなんかあの楽屋前みたいなところに行ったってことか。どうしましたか、商人。そうだった。おばちゃん、思い出しちゃったよ。もしかしてこの殿様の他に誰か通った人がいたのですか。まあそういうことになるのかね。さあ、騒いでくる。ざわついてきた、ざわついてきた。やれやれ。では証言を。そんな重要なことを忘れる？ねえ、子供が通ったんじゃないかっていうこと。ここからのもう一人の人物のこと。おばちゃん、その日の警備が終わるともう一仕事あるの。パソコンに記録された写真をチェックするんだけどさ。あ、じゃあ本当におばちゃんがもうパソコンも担当してるんだね。誰かがいじれるわけではないと。怪しくない写真のデータ、おばちゃん消しちゃうのよ。あー、すごい。大体の人ってさ、いらないデータとかも一応残しとこうってなるのに、毎日毎日どんどん消していく。まあ、効率はいいよな。重くならないし。そういえば事件の日、1枚消した覚えがあるよ。短い。なんか、かわいそう、みつるぎが。みつるぎがなんか、すごくかわいそうに思える。これでも無敗のエリートだったんだからね。無敗って言ってたっけ？商人、そんなこと初めて聞いたぞ。そりゃそうでしょ。今思い出したんだからさ。おばちゃんパワーはすごいな。とにかく、なるほど、尋問を。なーんかまたすごいことになってきたね。なってきたよ、迷いちゃん。でも隣にいるだけで安心する。さあ、もう一人の人物のこと。さっきの展開的にはきっと子供のことを言ってんだよな。おばちゃん、その日の警備が終わるともう一仕事あるの。パソコンに記録された、これがもう一仕事ってことだろ。ユサブロ、写真って何枚ぐらいあるものなんですか。一般公開日なんか500人を超すこともあるけど、撮影やリハーサルに関してはお金がないからね。うちは50人超すことはめったにないよ。写真のデータは全て保存しておくのだろうか。一応そうするように言われてるんだけどさ。それじゃややこしい。おばちゃん、独断で動くな。保存しとけって言われてたのにさ、いらないだろうで消すな。怪しくない写真のデータはここも揺さぶってくぞ。また。怪しくないってどうやってわか。確かにね。何をどう見て怪しくないって判断するんだ。そんなの顔見りゃわかるでしょ、大体。嘘だろ。嘘だろ。え、今までもその判断で消してんの。その判断しない方がいいんじゃない。今後またでっかい事件とか起きた時にさ、あ、もう消しちゃったよってなったらどうするの。顔見りゃ分かるでしょ。大体って殺人事件なんですよ。だから怪しい荷物のラジオ残しておいたしいいでしょ。いや、荷物サブを怪しい判断すんな。じゃあ荷物のも消してやれよ。一番関係値近いやつの写真は残すのかよ。殿様の写真は残すんだ。いいのか。そういえば事件の日、一枚消した覚えがあるよ。またさあ、その消した一枚には誰が写っていたんですか。ファンだよ。ファン、殿様のさ、熱狂的なね、リハーサルの情報をどこからか仕入れてきて、うろちょろする連中がいてんねん。あの日も一人来た。うわ、俺の意思関係なく異議あり言ってきたぞ、なのだくんが。ちょっと待ってください。さっき証人はこう言ったはずです。撮影所の正門には鍵をかけたから誰も入ってこなかった。なのだくん、大丈夫だよ。俺は分かっている。その先を分かっているからな。子供っていうワード、そして明らかにおかしかった排水口。いやね、スタッフエリアにさ、排水溝があるんだけど。ここちゃんと調べたもんな。あそこ金網が外れちゃっててね。あれ外に繋がっててさ、あそこから入ってくるんだよ。あんなところから入ってくるんですか。言ったろ、相手は熱狂的なファンなの。それに
それに子供だからね。ということは、この一人目に映ってる子供は容疑者から外れる気がするんだよな。子供がやるとは思えないし、やれないんじゃないかなと思うよな。相手言っても大の大人なわけだろ。子供？じゃあおばちゃんが消した写真に写ってたのは男の子だよ。小学校2、3年生ぐらいの。ナロード君、もう全然ビビらないよ、俺は。ナロード君、俺も一緒にってなんないからね。だいぶ前から分かってたからね。静粛に、ずっと俺静粛にしてるよ。もう一度確認します。あの日、証人の目の前を通ってスタジオに向かった人物は2人。1人は足を引きずった殿さん番、そしてもう1人は小学校2、3年生ぐらいの男の子。そうだよ、いつものことですさ。おかげでも捕まりゃしない。小学2、3年生の少年か。狂気の殿様のスピアを扱うのは無理だろうな。無理でしょ、あれは結構重いですから。え、なんでお前知ってんだよ。お前持ったのか実際。わかんねえだろ、意外と軽いかもしんないだろお前。あれ結構、お前も実はファンか。あれね、関係ないだろ事件とは。そっか、殿様スピアは小学校2、3年、何かじゃあアイテムを使ったら持ってたりするかもしんないけど、自分の力で持つことはできないから容疑者から外れんのかな。だからおばちゃんデータを消しちゃったんだよ。ねえ、ナロード君、どういうこと？犯人の候補がもう一人登場したんだよね。そして今、早く退場していくところだ。ああ、いい、好き。なんか、いい言い回しだったな。ここで5分間の休憩を取ります。弁護側、検察側とも、ただいま明らかになった事実を検討していただきたい。5分間の休憩ありがとうございます。私も一回水飲みたいんで。オッケー、じゃあ行こう。検討していただきたい。さあ、5分間の休憩か。ああ、今のところ、ま、子供がどういう風に、もう関係なくなってくんのかな。10月18日、午前11時8分、地方裁判所、被告人第三控室。あ、来た、ニボサブさん、ウォーキンことニボサブさん。ニボサブさん。は、はい。本当に楽屋にいたんですね。スタジオには行ってませんね。あの、行ってません。その、寝てました。もう寝てる以外の証言が本当にできないってことなら嘘ついてないよな。じゃあ写真に写っていた殿様は誰なのかな。知りませんよそんなの。殿様の着ぐるみは楽屋の隅に置いておいたので、持っていこうと思えば誰でもできたと思いますけど。なんか不用心ですね。まさか着ぐるみなんか盗む人もいないと思いまして。まあそうだよな。本当にわかんねえかもまだ。あの、僕どうなんでしょう。かなりやばいと思いますよ。かなりやばいと思いますよ。大丈夫ですよって安心感与えろ。今のところ犯人はあなたしか考えられませんから。なるほど。デリカシーゼロ。なんだろうね、まあ、別に嘘ついて、嘘はもう必要ないってことなのかな。逆に安心させるための嘘はいらないってことなのかな。そんな、どうするの。ナロード君、とにかく時間を稼ごう。荷星さんの他に犯行が可能だった人物を無理やり指摘するんだ。無理やり指摘する、時間稼ぎのために。そうか、それでごねて明日まで判決を待つんだな。来たぞ、はちゃめちゃ裁判が。ごねてっていう言い方あんますんな。そう、指摘を間違えると多分アウトだ。なんか苦し紛れに聞こえますね。いや実際紛れもなく苦しいんですよ。あ、ナロード君、時間だよ。じゃあ行こうか。ふう、ため息をつかない。ため息ついてる。ニボサブかわいそう。ナロードくん、ニボサブの前では強気で言ってやるよ。大丈夫ですよ、任せてくださいって。あなたは絶対犯人じゃないですから、証明しますよって。しかとするな。
さあ戻ってきた。5分間の休憩にならなかったな。では審理を再開します。三剣検事意見をどうぞ。検察側の意見は簡単だ。状況は何も変わっていない。スタジオに行った2人目の人物は10歳ぐらいの少年だった。確かに写真は決定的な証拠にはならないが、他に犯行が可能だった人物はいない。煮干し三郎に有罪判決を。あまりにも時期尚早だな。ではなるほど、弁護士意見をどうぞ。弁護側の意見は検察側とは違います。最後、犯行が可能だった人物は被告人の他にもいました。そうだな、静粛に。それは面白い。早速聞かせていただきます。ただし。ただし？ただしって何？裁判官、条件付けでさ裁判すんのやめね。関係ない人物を犯人呼ばわりした場合、それなりのペナルティを与えるので、そのつもりで。急にミニゲームみたいな、裁判をミニゲームみたいな感じで扱うな。何ペナルティって。違う人物やったら裁判官からしっぺされるってこと？ペチン痛えみたいな。しっかり釘を刺されてしまった。被告人、煮干しさん以外に犯行が可能。あ、来た。ちょっと待ってね。まず待って。スタッフの女の子、小学生の男の子、おばちゃんで、小学生の男の子はさっきのやり取り的にはなしだろ。スタッフの女の子かおばちゃんだろ。待って、しっかり見よう。2時30分、槍状の凶器で胸を貫かれる。上面と関係ない。スタッフ用のもの、第一スタジオに入ることが。そうだよな。犯行を考えると、まずそもそも少年は多分このカードキー自体を持ってないだろう。多分そうよね。ってことはスタッフの女の子か、おばちゃんも持ってないって言ってなかったっけ。あ、でも一緒に行けんのか。足を引きずって歩いてる。午後2時2人目。足、あ、待って、ちょっと待って。足を引きずって歩いてんのは、逆に言うとスタッフの女の子は知らないって言ってたよな。あ、いやでもな、線的にはスタッフの女の子、これ何にも知らない感じ。これおばちゃんじゃないか、この写真から言うと。おばちゃんはだってさ、足を怪我してることを知ってるから、足引きずってるのになりすまして。え、そう、いや、おばちゃんか。いや、おばちゃんでいくか。俺の中でスタッフの女の子が怪しいっていうのも確かにあったんだけど、整理してみると、いや、ここは間違ってもいい。行ってみよう、おばちゃんだ。警備をしていたおばちゃんですよ、もちろん。なんだって。来た、ナロド君。そうだよ、俺も思っていたのは。この写真の殿様は足を引きずっている。つまり、午前中の打ち合わせで煮干しさんが怪我をしたことを、この人物は知っていたことになる。そうだよ、俺と同じ推理をしてくれる。気持ちいいね。被害者と煮干しさん以外にその怪我を知っていたのは一人、おばちゃんしかいません。揺さぶる大事だったね。やっぱり全部のポイント揺さぶるのって結構大事なのかもしんないな。これスタッフの女の子は知らないっていう情報を得たもんな。さあどうする、おばちゃん。おばちゃんが言ったんだからな、足を引きずってる写真だっていうことを。よく見たらこれ足引きずってる写真じゃないでとか、そういうのはやめてくれよ。嘘はつかないでくれよ。静粛に静粛に。そうなんですか、おばちゃん。気がつくおばちゃんと呼ぶんじゃないよ。おばちゃんは正門の前で一人で警備をしていた。逆に言えばそれはアリバイがないということです。そうだな、逆に言うと確かにそうだ。少しの間持ち場を離れ、殿様の着ぐるみを盗んで。そうだ、楽屋の隅っこに着ぐるみを置いてたって言ってたけど、スタッフの女の子は前回、楽屋に入ることすらそんなはしたない女じゃないって言って、やばい、論破できそうになったら噛む癖がある。俺は殺人現場の第一スタジオに行くことができたはずです。なぜわざわざ着ぐるみを着たんですか。簡単なことですよ。ゲートのカメラに写真を撮られないようにするためです。着ぐるみを着れば煮干しさんに罪をかぶせることができる。
でもおばちゃんカードキーの話もしてた気がするけどな。なるほど、見事な推理です。よしよし、大成功だな。まあ今のところはそうだな。順調ではある気がするけど。ん？なんだ？おかしいな。お、気づいたか何かに。いつもならこの辺で三剣のやつシャキーンと異議を申し立てるはずなのに。ああ、まあそう言われちゃそうなのかな。別にまあ今回の三剣に関してはもう俺どっちかというとかわいそうだなって、ボロボロだなってイメージしかないから、異議ありももうできないんじゃないか。いかがですか三剣検事。考えてる。今のところ気の利いた意義が思いつかない。三剣だ、え、大丈夫それ。勝っちゃうけど。こっち、まあ、とりあえず勝っちゃうっていうよりは犯人がまだ分かってないから、とりあえずニボサブさんが容疑者じゃないっていうことを証明できればまずいいんだけど。ちょっとどういうことよ。みんな、おばちゃんが犯人だって言うの？みっちゃん、黙ってないで助けなさいよ。さてどうする。追い打ちをかけておくか。ここは追い打ちをかけた方がいい。ニボサブが犯人じゃないことをどんどん強く証明していこう。ニボシさんを犯人とする根拠はそのままこのおばちゃんにも当てはまります。どうしておばちゃんが胃袋ちゃん。いや、そうだよな、そこをそう考え、そうだよな、関係値を考えると明らかに胃袋ちゃんのことを、なんか昔から知ってて殺す理由なんてないんじゃないんだけど、いやー、でも仕方ないんだ。今ニボサブを離れさせたいんだ。動機が不明という点では煮干しさんも同じでしょう。まあその通りですね。これでおばちゃんも容疑者の仲間入りだな。まあただおばちゃんはやってないだろうな。ちょっと気の毒だけど煮干しさんのためだ。そうだ、そっかそっか。なんかもう無理やりなんか容疑者を増やして時間稼ごうぜみたいなそういう裁判してんだった。ごねごね裁判してんだって俺今。待ちなよ、あのスタジオにいたもう一人はどうなるんだい。おばちゃんが写真のデータを消えちゃった子供さ。でも小学校 2,3 年生の少年なんでしょう。関係ないね。おばちゃんその頃にはもうお父ちゃんには負けなかったよ。うわ、いい昔話、いいよ、お父ちゃんに負けなかったんだ。うむ、いかがですか弁護士。裁判が嘘だろ。今の話聞いてふむってなるか。その少年は犯人ではありません。なーに言ってんだよ。子供だからって差別は良くないと思うね、おばちゃんは。証拠もあるんですよ。なんだって？それでは見せていただきましょう。少年が犯人ではないという証拠。まあ、弁護士バッジを突きつけてみてーけど、今関係ねえからな。まあ、カードキー持ってないっていうのと足引きずった写真だから、それ多分子供知らないし、そもそも殿様スピア持てないっていう話してなかったっけ、さっき。重くて証拠だらけじゃないかこれこれよく見たほとんど証拠じゃないかこれ殿様スピアで行ってみようかな。くらえ。いいですか、凶器は殿様スピアです。そしてその凶器はこうして写真に写っています。少年にスピアを入手することは不可能です。なるほど、どうですか少年。さすがに返す言葉もないみたいだな。お、本日の審理はここで中断して。よかった、伸ばせた下まで。ここでまた証拠集めに行くってことなのかな。検察側はこの証人、名前何でしたかな。大場何がしだったと記憶している。覚えてやれ。大場なんだっけ。大場カオル、カオルじゃなかったっけ。大場カオルだった。おばちゃんってみんな言うから分かんなくなっちゃった。検察側は大場さんの取り調べを行うように。では本日はこれにて閉廷。なんとなくだけどうまくいったんじゃないかなっていうのはあるね。なになになに、おばちゃん嘘だろおいおい
なんじゃその BGM、 殿様 BGM みたいなので来やがってよ。ちょっと待っとくれよ。サイヤ人モード。そこまで言われちゃ黙ってらんないわね。おばちゃん閉店したんだよ。閉店明日に言ってもらえるから。おばちゃん喋っちゃうよ。何？あのおばちゃんまだ喋る気なの？証人どういうことですか？何か証言していないことがあるのですか？実はおばちゃんね、口止めされてたことがあんのよ。口止め？口止めですって。一体誰に？あれ？三剣じゃ、確かに。いやでもね、今回に関しては三剣は本当に何も知らねえんじゃないかなって思ってる。何もさ、何も知らないまま急にここに立たされてるみたいなキャラになってない？えって。とにかく証言をしなさい。口止め？口止めされていたこと、誰にされてたんだ？おばあちゃん、エイト撮影所から口止めされていたことがあるんだよ。エイト撮影所から？事件があった日、実はあの撮影所には他にも人がいたのよね。他？スタッフと子供もいたって言ってたよな。その人たち、我々は事件に関係ないから。だってさ、我々一人じゃない。撮影所にはいなかったことにしてくれたまえ、なんて言って。誰？おばちゃんが疑われるんなら、あいつらも巻き込むんじゃわかんねえ。撮影所の人間ってことか。証人、なんでそんな大事なこと今まで言わなかったんですか？だから口止めされてたんだからしょうがないでしょ。人が死んでるんですよ、おばちゃん。と思ってるに違いないな。なるほどくん、尋問。なんか怒ってる。口止めされていたこと。さて、これは一個ずつ言ってみるか。撮影所から口止めされていたことがある。まった、口止めですか？そうだよ、撮影所やテレビ局のお偉いさんの連中だよ。撮影所にテレビに結構いるのか？聞いてないぞ我々は。そりゃまあみんなで隠してたからね。そっちにいんのか？他にも人がいたのよね。まった、それは誰ですか？まず監督とプロデューサー。あの女の子、そうだよな、よく考えたら監督入れるのは明らかにおかしいよな。どの現場に行っても監督の話が出てこなかったもんな。監督、おかしいと思うべきだった。監督なしでアクションの打ち合わせなどするはずがない。そうだな、そりゃそうよね。彼らはどこにいたんですか？お、監督は午前中はスタッフエリアで打ち合わせ、お昼からプロデューサーと合流して会議してたみたい。どこで？第2スタジオのコテージで。第2スタジオが出てきたぞ。第2スタジオ、初耳だぞ。行けなかったところだよな。上面図で言うとここだね。ゲートを取って左にずっと行ったところ。あの猿の首が落ちていた方面か。どうですかナロト君、まだ尋問しますか？聞くべきことは聞いたと思うけど。あ、待って、聞いたっけ？ちょっと待って、まだ続けていいかい？ここもちょっと行っていきたいの。待った、おばちゃん、殺人事件なんですよ。同じこと言ってる。分かってるわよ。でも話を聞くと確かに事件とは関係なさそうだったし、自分で勝手に判断すんな。独断おばちゃん、やめろ。ちょっとお小遣い、おい、口止め料もらうな。お小遣いもらって結局バラしちゃうんだからな。聞くべきことは聞いたと思うけど、どうしよう。ずっとこれ出てくる。もう聞いた？もう聞いたかな、全部。聞いたら終わっていいってことなのかな。口止めされていた、事件があった日は人がいた、我々は事件関係ないから。だってさ、いなかった子にしてくれ名前なんて言って、おばちゃんが疑われるのはあいつらに巻き込んじゃおうかね。ここにさ、あいつら、それは誰ですか？まず、あー、これ聞いたな。これはもうとりあえず終わっていいってことなのか？あ、聞いた、やばいやばい、全部聞いた。やばい、2度目のロボット、みんなロボット同じことを言い始めてる。これじゃ聞くべきこと聞いたから、もう終わっていいってことなのかな？
やめる。裁判長、撮影所には事件当日他にも人がいました。監督にプロデューサー、そしてお偉いさん、この人たちをまず見つけ出して話を聞か、ここの、いやまだ分かんないからな、何も。彼らは取り調べも受けていない。この時点で被告人にぼしさんに判決を下すことは不可能です。その通りだ。うむ、弁護人の主張を認めます。サンキュー。検察側はまずこの証人大場さん、そして証言に出てきた人たちを取り調べるように。まあ三剣としても情報が足りないだろうからな。了解した。本日の煮干し三郎の審理はここまでとします。では本日はこれにて閉廷。おばちゃん、もう喋るなよ、かき乱すなよ、待ったって言うなよ。終われ終われ、取り終わった。10月18日午後1時4分、地方裁判所被告人第3控室。とりあえずは次の日まで耐えれたけど、あとは証拠集めがどうなるかだよな。満面の笑み。ニボサム、ニボサム、ちょっと勝ってないからね、まだニボサム、まだ勝ってないから、勝った勝訴のような笑顔やめて。本当にありがとうございました。あなた方に依頼したのは大正解でした。いやいや恐縮ですなんて。あ、そういえばなんか恐縮って言ってたな、こいつ。僕たちはこれからまた撮影所の方へ調査に行きます。例の監督やらプロデューサーやらを調べなくちゃ。そうだね、まずはそこを調べて、怪しい奴らが出てくるわけだもんな。きっと彼らは次の法廷で証人として出てきます。でもさ、我々は関係ないから、その情報隠しといてってお金を渡してくるようなやつだろ。絶対嘘つくな。尋問の材料を集めないとね。でもさ、なるほどくん、結局殿様の中に入っていたのは誰だったんだろう。あのおばちゃんだったのかな。いやー、でもあんなにそう、胃袋ちゃん胃袋ちゃんって言ってて応援してて、それで殺すなんてないって思ってんのが、まず全ての選択肢は残すわけだもんな。そして意外だったら、おばちゃんは意外であるから、おばちゃんかもしれねえよな。結局どう思います煮干しさん。違うと思いますよ。私も違うと思う。俺も違うと思う。絶対におばちゃんではないと思うわ。だからあれは時間を稼ぐために、おばちゃんに悪役になってもらっただけだからね。ナロード君、最低。ちょっとかわいそう。ま、いいだろ。いじめ主犯格みたいなセリフ。まあいいだろ。すごい冷たい、すごい冷たい。まあいいだろ。いじめ主犯格なんだよ。じゃあ僕たちはすぐ撮影所に行きますから、また後でお邪魔しますね。留置所に。留置所、そうだな、次で留置所。まだそうだよね。ごめんね、ニボサブ、まださ、勝ったわけじゃないから。は、あ、恐縮です。あ、来た、恐縮。これで続く、わ、終わった。また探偵パート、探査パートに行く。面白いね。そしてまだわからないね、誰が犯人なのかは。皆さん自慢していいですか。前回3時46分、イカれた時間にやってたでしょ。今回は8時半すごく健康的。でもね、8時半にやったり夜中4時にやったり、俺いつ寝てるか自分でわかんない。どうも、本編終わったんですけど、前回と今回で、おばちゃんが超高速で何か言ってるシーンがあったじゃん。あれね、気になったんで、スロー再生で聞いてみようかなと思います。まあ、重要なことは一切言ってないだろうね。じゃあ行きますね。昨日の事件を聞いて、面白半分やってきたんだろう。こっからだな。まったく最近の若いもんと来たら何かあるとすぐにこうだね。昼間からこんなところで油売っちゃって、仕事はどうしたの。弁護士なんてそんな暇なもんなのかい。それならおばちゃんも弁護士になればよかったよ。おばちゃんが若い頃はこんなことはなかったね。若い娘がこんな変な格好して、ああ投げかわしで、日本の将来はどうなるんだろうね。まったく息子は息子でもう3年も電話は、もうね、怖い、ホラー BGM。もうね、もう読むの精一杯で、結局中身何なのか分かんなかった。はい、もう一つのシーンですね。さっきのね、もう一回スロー再生で見たのよ。大したこと言ってなかったわ。
だから多分今から見んのも大したこと言わないんだと思う。いきますね。大場薫よ。音が怖えのよ。大場さんもおばちゃんも大して変わらないでしょ。まあだからおばちゃんでいいよって言ってたのか。そうそう、おばちゃんもほら若い頃からおばちゃんだったわけじゃないでしょ。だからね、昔はよくいじめられたりもしたわけよ。中学生の頃憧れてた将棋部の先輩で、その彼にさ、おばちゃん呼ばわりされた時はもうおばちゃん泣いちゃって悲しい。怪獣出てきたな。